新型コロナの感染拡大が続く中、静岡市の田辺市長は来月3日に行われる成人式について予定通り開催する方針を示しました。市長としては予定通り草薙球場で1月3日に開催したいと感染対策にも力を入れて会場を 密にならない草薙球場に変えて準備をしておりますので開催させてあげたいなというのが市長の気持ちであります午後4時からの会見でこう熱く話す静岡市の田辺市長県内でも熱海や富士宮などが中止を決める中成人式開催へ並々ならぬ思いを語りました 静岡市では、来月3日に開く成人式を新型コロナ感染予防の観点から野外の草薙球場で開くとすでに決めています。今回の成人式は事前登録制をとっていて、新成人6578人のうちすでに4040 40人の出席希望が届いているといいます。 そこで田辺市長は県外などから出席する新成人は式2週間前の今月20日頃には帰省するよう呼びかけました。私は新成人を信じています。あの開催する以上はあークラスターを発生させたり感染者を増やすようなそういう結果にしたくありません。 きょうも4人の感染が分かった静岡市ですがまずは成人式が晴れの日となるように感染予防対策に全力を傾けたい考えです。